新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。始まってよ、僕たちはですね、この映像を通してですね、夢を創作するっていう活動を行っているんですけど、まあ夢を創作するって言ってもちょっと抽象的な説明なのでちょっと分かりづらいと思うんですけど、いやお前さ、まあ、違うよ、これ何これ全然違うんだけどさ、なんで覚えてんだよさ、本当に。まあ例えばですね、夢を創作するって言ったら、例えば皆さん心の中にね、一つ違うから、これじゃあまあまあまあ、もう落ちてる、全然違う、いや大学ってどんなところなんだろうな。さあな、絶対楽しいんだろうな。お前な、受かってから言えよ。お前この前の模試の結果ヤバかったんだろ。あ、ゆぶってんじゃねえよ。現役はこっからが一番伸びる時期なんだよ。でもさ、楽しいんだろうな、きっと夢が膨らむわ。大学生って毎日合コンできるらしいしな。え、何やってんだよ。あ、悪い悪い。合コンか。お前だって浮かれたら限らないんだからな。あっ、合同コンパ取るねえぞ。お前早えよ。悪い悪い。おい、新入生の皆さん、こんにちは。初めての大学生活、わからないことだらけで不安もあるかと思いますが、私たちはそんな新入生の皆さんのために様々な活動を紹介するため、このようなビデオを制作しています。新入生の中にはいろいろなタイプの人がいます。例えば、ただいまー。見て見て、これめっちゃかかっちゃったよ。ウィーゴーウィーゴー、やっぱ原宿すごかったわ。タイプ A、 入学前から大学生活に夢を見てめちゃくちゃ張り切っているタイプ。合格した時の苦労を忘れ、大学では楽しむことしか考えていない男子校出身、高校近く、ネガ不真面目のタイプに多い。浮かれすぎだろ、大学生活に夢見すぎ。俺らは1年浪人してんだから、もっと見据えるべきものっていうのがあるんじゃないか。タイプ B、 入学前から授業や資格の勉強をしようと意気込むタイプ。学生の本業は勉強だという信念をもとに、大学では副業に打ち込もうと心に決めている。親孝行者、浪人生、根が真面目なタイプに多い。もちろん完全な二極化とは言えません。みんなそれぞれ A の要素や B の要素、はたまたそれ以外の要素を多かれ少なかれ持ちながら大学に入学してきます。皆さんはどんなタイプですか？ちなみに私の血液型は AB 型です。早くお前死ぬなかったんだよ。いや、だってお前今日6時に起きてコンパスするって言ったじゃん。
てんじゃねえよ。嘘だよ嘘、普通分かんだろ、エイプリルフールじゃん。だよそれ、だからお前と暮らすの嫌だったんだよ、初っ端からこれって。だってお前早くするって言ってたの何だったんだよ。34件プラスアイティングをするって言ってたの何だったの。嘘だよ、なんでこの大事な教師が言ってその2つに言って。いやだからエイプリルフールだよ。まあ今日入学式延期になったからエイプリルフールじゃないんだけどな。あキャーッ！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 KO.jp ってウェブで成績が発表されるんだけど、結果は見事に留年。結局高い学費をもう1年払う羽目になったんだよ。それはきっと諭吉先生の前でふざけてたからなんじゃないかって言われてる。いやでもこれってそいつらが堕落してただけなんじゃないの。いやそうかもしれないけど、とにかくそういう言い伝えがあるんだよ。へえ。お、やべ、お、時間時間。あ、そっか。チャース。いや新入生諸君、入学おめでとう。いや、うちはテニサーなんだけど、基本的な活動は飲み会かな。いや大学生って言ったらやっぱ飲みだね、飲み。いや超激アツだよ、うちは。うん、とりあえずね、みんなうち入っときゃマジで間違いないよ。来いよ、いえ。通信研究会です。さて、皆さんはこの世で一番美しいものは何だと思いますか。そう、私が思うにこのマクロリン展開の子牛だと思うんです。このどんな数でもタコ牛に変換できてしまうという、これこそがもう最新。酔っ払いすぎだろ、もう毎日毎日。いいじゃんいいじゃん、ただなんだからさ。そういう問題じゃなくて。お邪魔します。意外と綺麗じゃん。いやなんかさ、こうさっきの飲み会でね、こう意気投合しちゃってね。
いや、うちで飲み直そうってことで言うの。よろしく。どうもどうも。あ、とりあえずメアド交換すっか。おう、しようぜ。おう。あ、いや、ちょっと待っててくださいね。おい、おい、おい、おい。ちょ、どういうこと。いや、3人とも終電なくしたって言うから。おい、そういうの早く言えよ、メールとかさ。みたいなこと言うなよ。ノリ奴らだから。俺なんで大学生ってあんなすぐ脱ぎたがんの。それにさ、お前今日のガイダンス来てなかっただろ。え、なんかあったの。トイックのやつだよ。お前ガイダンス入ったら取るとか言ってなかった。いや、なんか楽しい時間を削るのがこうもったいない。逆だろ、お前慶応入って勉強しないとかもったいないよ。エンダ、早く飲もうぜ。あ、悪い悪い。俺ちょっと出てくるわ。今日マンキスにも泊まるから。ちょっとビースケ。なんかなくね、言うて。いや、だからキモくない。いや、だって顔から、性格から、格好から、はい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 、完璧みたいな、はいはい、完璧みたいな、はいはい、顔は気持ち悪いもんね。うわー、入った。目が分かってない、そういうな。そんなのどう思ってるか分かってない。僕はんだけど行かない。おー、行く行く。よし、しっとり決まり。よし、あと一人だ。あと一人。そうそう、44だからね。あ、じゃあマジにする。マジマジで、ちょっとやだなそれ。やか、やっぱなんかさ、トークが盛り上がるかも微妙じゃない。ねえ、ちょっと待って。いいよ、俺はパス。なんで。いいんだよ、とにかく。ふざけんなよ。なんなのお前、大学入ってからさ、ノリ悪いし。大学生活は人生の夏休みだぞ。もっと楽しめよ。そうやって大学入って浮かれて堕落した生活してるうちに就活始まってヒーヒー言うんだよ。それじゃ部活やってて浪人してたのと何も変わんないだろ。高校生が甲子園目指して何が悪いんだよ。とにかく俺は大学でまで同じ失敗したくないから。大学って就職するためにあんのか。行こうよ、合コン。ほら、二人で行くって言ったじゃん。ほら、やっぱお前いないと成立しないしさ、人助けだと思って。だったら、私が行こう。誰だ。チョンスの神様だよ。チャンスの神様。こんにちは、イラケンです。突然ですが皆さん、チャンスの神様をご存知ですか。このように
前髪だけが異常に長くて後ろはつるっぱげ。皆さんも大学ではいろんなチャンスが巡ってきます。でも気をつけてください。チャンスの神様が通り過ぎた後では掴む気がないんですから。なんだね、髪こんなだって。知り合い？知り合いでしょ。知らない人？知らない、知らない、知らない。とにかくお前が行かないなら俺が行く、そういうことで出会いしてくれ。ちょ、待てって、てか、いつからいたの？昼、鍵開いてたからガラガラって犯罪者！キラス、キラス！仕方ないだろう。俺、神様とはいえ、出来損ないだから周回道とかできないし、だからって、インターホンならそこに一番っていうのも、それ神様的にもあれだろう。だからって外で待機って4月とはいえまだ寒いし、俺そもそも花粉症だし。いいし、知らないよ。てかなんでうちにいんの。俺さ、昔はもっとイケてたんだよ。女の子にモデルででさ、それこそ神様みたいに崇められて毎日大変だったんだよ。はい、こんにちは。今回は巷で有名な抱かれたい男ナンバーワンの寺本和樹さんのファンサークルに訪れています。すごいですね、この人数。来たー来たー来たー。その祈りが天まで届いたのかな。ある時、本当に神様にならないかってオファーがあって、七福神とかそういう系だと思ってたのにさ。うまくチャンスの神様になっちゃって。チャンスの神様？完全に調子に乗りすぎてた。もっとモテようと思ったのが裏目に出ちまった。こんなダサい格好にちょっと半端なヘアスタイルになって、おまけに才能もない。以来女の子から声をかけられることもなくなっちまった。そんな時にお前らが話してるのを聞いてさ、合コンって夢があるからここに来ればチャンスつかめるんじゃないかって思って、だからどうしてもどうしても。お前がチャンスつかめに来てどうするんだよ。与える側だろ、立場逆。わかるわかるよ。でも合コンってどこ行ってもなかなかできないし、俺もっと大学入ったら合コンできるもんだと思ってたのに。悔しいやつだ。なんでお前まで泣いてんだよ。わかるわかるよ。いや俺だってさ、大学入ったらさ、もっと合コンできると思ってさ、楽しみして入ったのに、こんなクソみてえのサークルの生徒たち感じした。ケンシーがさ、ラストさ、合コンしてくれるって言ったら入ってんの。結局してくれないし、テフなんかさ、あれ勝手に息子の高校の学園祭って。カメ、カメ、カメ。とにかくみんな高校行きたいんだよ。だから高校に行きたい気持ちを走ることはない。いや、お前勉強しとけ、俺行くから。てか、お前に行かれたら逆に困る。なんでお前行けるんだよ。無理無理、髪型ダサいし。どうぞ。あ、それ言うなし。絶対お持ち帰りしよう。いや、俺がお持ち帰りするから。俺がお持ち帰りだ。え、なんで俺がなんで俺がお持ち帰りだ。なんでお前、なんでお前、そうじゃねえ、お前、そうじゃねえ。なんで俺、そうじゃねえ。え、お前、お前の高校のことなんて何も分かってねえよ。俺が、いいか、合コンはチーム戦だ。誰か一人が恣意私欲のために動いたら総倒れになっちまう。そうなのか。仕方ねえ、ちょっと待ってろ。げー、ためになんな、これ。奥が深いんだな、合コンも。まあ、ネットとか街角アンケートで集めたのがそのくらい。これ、いつ作ったの？それは。
前から合コンの話を聞いてからそれに没頭。合コンか。で、結果的に俺はもう合コンの世界を封印し受験勉強に打ち込んだんだ。何その過去。最初は軽い気持ちだったんだ。なんとなくお前に言われたから調べ始めただけで。でも調べれば調べるほど合コンという名のドラッグが俺の体を蝕み始めたのさ。きっとコカイン、ヘロイン、覚醒剤の薬物が起こす薬物依存症、それに匹敵するかのごとし席替えタイム、王様ゲーム、お持ち帰り制度というイベントが引き起こす合コン依存症。合コンのことを妄想するだけで震えが止まらねえ。俺のエンドルフィンが脳内でビートを刻むんだ。そう、俺は合コンの本番を迎える前に合コンに打ち砕かれたんだ。だから合コンにも行かない。合コンが憎い。合コンが憎い。絶対合コン。じゃあなんでお前これ持ってきてんだよ。未練断ち切れなかったんだろ。希望捨てきれなかったんだろ。ふざけんな。合コンさえなければ俺はピースケ、ダメ、絶対合コン。ピースケ、それは違うぞ、ピースケ。え、確かにお前は1年間浪人してしまった。でもそれが何だってんだ。確かに現役合格というチャンスを潰したかもしれないが、今俺がここにいるってどういうことか分かるか。忘れたか、俺はチャンスの神様。新しいチャンスがここにはあるってことだ。過去に縛られることはない。今3人でここにいること、3人の絆がある。これは現役で受かっていたら決して得られなかったものではないか。神様。いや、お前とは初対面だけどな。だからそんな落ち込むな、自分を責めるな、そして合コンを責めるな。そうか、そうだよな。そうだと思う。それにお前が受かれなかったのも決して合コンのせいではない。え？え？というわけだから、お前は本当は受かってた。
なあ、なんでそんなことを。決まってるだろう、お前らと合コンに行くためだよ。他のやつと行けよ、いくらでもいいだろう。合コン行ってるやつ無理だ。残念ながら俺には友達がいない。運命だからだ。まあなるほど。なるほどじゃねえよ、返せよ俺の一年。仕方ないじゃん、神様だって孤独なんだよ。たまには夢を見たくもなるし、俺たちと出会っちゃったんだからさ。そう、三人の絆。ねえよお前と絆とか。てかそれだったら絶対お前には行かせねえよ。え、まあなあ、こんなキモい髪型のやついたら女の子引いちゃうよ。うん、俺ら二人で決まり。ちょ、そうやってすぐに決めつけんなって。選択肢はいっぱいあるんだから。タイプ A、タイプ B だけじゃつまらないだろう。ここはあえてのタイプ C を。なんだよタイプ C って。だから俺だよ俺。ゴッドオブザチャンスの C。 はあ、バカ、お前大学生なんてお前いろいろいるんだぞ。そうだ、お前らにいいものをやろう。スタートラインに立つ君へ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。始まって、僕たちはですね、この映像を通してですね、夢を創作するっていう活動を行っているんですけど、やばい、これじゃあ、切れた。なんだこれ、うん、こんにちは、イラケンです。突然ですが皆さん、チャンスの神様はご存知ですか？このように前髪だけが異常に長くて、後ろはつるっぱげ。これ神様のことじゃ。後ろはつるっぱげだって。うるせえ。でも気をつけてください、チャンスの神様が通り過ぎた後ではつかむ毛がないんです。そしてチャンスの神様は通り過ぎるとすぐに消えてしまいます。その人たちの記憶から抹消されてしまうのです。つまりそのチャンスをもう一回掴もうと必死に後ろ姿を追いかけたとしても、一度逃してしまったらそのチャンスの神様には一生会うことはできません。え？チャンスの神様は姿を変えて別の人のところへ。ちょっと、thank you.
いつつつつあーあーすいません、あのすいません、大丈夫ですか。あの急いでるんで、すいません。じゃあバカ野郎大学生、前見て走れ。そして